お主、確か先ほど今回のイルカライブでは
お水が飛んできますよと説明があったな。はい、確かにイルカさんたちがお水を飛ばしますよとは言いましたけど、ちょっと何やってるんですか。まさかバケツにお水をかけるなんて。それにこんなので本当に漏れるんですかね。手は痛い。アシツミルチいや、全然峰打ちではなかったですね。完全に歯の方で言ってましたね。まあ、そんなことはどうでもよい。今からこのバケツの水を使って皆さんには思いっきり盛り上がってもらいましょう。ということで、この水皆様全員にかけます。イルカさんたちにも聞いてみますと、いたずらが大好きなイルカたち、ちょっと聞くぞ。バケツのお水を皆様全員におかけしてもよいな。よーし、それでは行きますぞ。せーの、ちょっと待ってください。ハチくん、ゆきちゃん、バケツのお水だよ。本当にあのバケツのお水みんなにかけてもいいよ。あー、よかったー。イエイ、プレイボード。イルカたちの心を乗っ取ったな。ユキもハッチもお水をかけるいたずらが大好きなイルカさんたちなんだ。私の持っている魚の餌に釣られただけだ。だけど誰か一人だけだったらバケツのお水かぶってもらうところも見てみたいわよね。お主も相当悪いようだ。おでは誰か一人にだけお水をかぶってもらうことにしよう。イルカライブが始まる前にお手伝いをしてくれると言って当てられたのは何だったかな。君か、前に来れますか。ありがとう、皆様拍手でお出迎えよ。可愛らしい女の人だ。よし、いっぱい入ってるだろう。よし、こっちまで来れるかい。よし、じゃあみんなの方向いて、まずお名前を教えてください。ほなみちゃんが元気もよろしい。いい名前だ。ほなみちゃんです。よしよ、ほなみちゃん。今から君には私とイルカさんがお水かけます。お水がいっぱい飛んできちゃうので、まずいなと思ったら、自分で何とかしてください。大丈夫か？嫌だか？やめとくか？ここまで来たのに、じゃあお水はちょびっとにしとく。それなら大丈夫か？よし、ありがとう。それでは皆様は一緒に掛け声をお願いします。掛け声は3、2、1、バケツだ。大きな声でお願いしますぞ。ではほなみちゃん、覚悟は良いな。よし、いきます。3、2、1、バケツ。頑張ってくれました。皆様拍手。もっと来るかと思ったか。でも今日は可愛いお姉ちゃんだったから、お水はちょっとにしてあげたんだ。ハッチも優しい子だろ。頑張ってくれたお姉ちゃんにはこちらをプレゼント。なんと生き物たちにお魚をあげるイベントがただでできちゃうオールマイティーご飯券のプレゼントでございます。たってもお邪魔せに頑張りました。どうもありがとうございました。じゃあ、あんなに上手に一生懸命可愛らしく頑張ってくれたのに、皆さんまだ笑顔が少ない。全然盛り上がってない。やだやだ、こんなの絶対にやだ。何子供みたいにだだこねてるんですか。お直しだぐらいの底力見せてください。おっと、お恥ずかしいところをお見せした。そうだ、私は世の侍。暗い理不尽な世の中を明るく楽しい世界に変えるのが私の仕事。皆様にいい思い出を作ってもらうのが私の幸せ。そして最高の時間、ユキ、ハッチ、皆様を笑顔に、そしてハッピー&ピースな時間に導いてくれ。さあ、イルカさん、かっこいいジャンプから始まりますよ。失敗しちゃいましたので、もう一度注目ください。お願いします。Let's go!
Yeah!
がとうございます。ノリノリでお優しい皆様のおかげで私たちにとっても最高の思い出になりました。どうもありがとうございます。もし雨や水しぶきで濡れてしまったお客様、こちらの T シャツがこちらの売店で売っております。それでは皆さん、またどっかでお会いしましょう。さようなら。あ、もっと笑顔になりたい、まだ盛り上がりたい。ありがとうございます。わかりました。皆様、先ほどのバケツの時の掛け声は覚えていますか？3、2、1、バケツだ。ではこれが今日最後なので、大きな声でお願いします。3、2、1、バケツ。Thank you.